はようございます。おはようございます。よろしくお願いします。私の方から特にありません。じゃあ幹事社から一問、はい、原発輸出の関係でお聞きします、はい。東芝については原子力事業の巨額損失、日立についてはウラン濃縮の新技術の開発の撤退など、国内の原発ビジネスをめぐる環境が変化が生じています。安倍政権の成長戦略の柱として掲げている原発輸出についてなんですが、大臣の見通しと考えについてお聞かせください。はい。世界各国でですね、これから新たに原発をですね、設置をしようという動きがたくさんあるわけであります。で、そうした国々からはですね、いろんな形で日本の技術に対する期待というのも寄せられております。特に福島第一原発のですね、我々は事故を経験し、その教訓に基づいて安全な原発をですね、世界に提供していくという責務もあろうかというふうに思っています。国としてはそういった期待にはしっかり応えていきたいというふうに考えております。あとはそれぞれ民間企業がですね、経営判断としてどういう形でその国の取り組みに協力をしていただくのかということだと思っています。じゃあ各社さん、各社いかがでしょうか。あ、じゃあ、はい、共同通信の方と申します。先日東京電力福島第一原発の2号機の内部調査が行われてまして、高線量の箇所であったり、足場が脱落しているところであって、新たな事実が分かってきています。大臣、このような内部調査の進捗についてどうご覧になりますか。ようやく内部のですね、映像によって、内部の状況が、確認され始めたというのはですね、これから廃炉作業へ向けての、第一歩を、スタートできたというふうに、認識をしています。これからもいろいろと、困難な、作業というものが出てくると思いますし、あるいは、予想されてなかったような、難しさというのも出てくるかも分かりませんけれども、ともかく日本の技術力を結集してですね、この廃炉作業をしっかりと進めて、福島の皆さんのですね、復興安心につなげていきたいというふうに思います。他にいかがでしょうか。じゃあテレビ東京です。今日は安倍総理と豊田の上田清首相が、会談というか話し合いがあったんですけども、どういったことが確認されるのかもし分かればと、それとあとごめんなさい、何度も同じ質問なんですが、その自動車に関しては日本政府としてアメリカにどう対応していくのかというのが、まずこれは総理も昨日国会答弁でもおっしゃってましたけども、これはもう何ヶ月も前から入っていた、一連の、総理がよくやられる経済人との会食ということでありまして、何かテーマが設定されてですね、という会談をするという種類のものではない、前々から決まっていた懇談がたまたま今日になったということだというふうに思っています。そしてまた自動車に関してはですね、トランプ大統領、いくつかおっしゃってますが、それは誤解されている面もあると思いますので、これは首脳会談などを通して、また私もカウンターパートが決まればですね、そういう相手に対してきちっとした内容を説明をして理解をいただいていきたい。特にアメリカの雇用にですね、自動車産業として裾野とか、あるいはその工場が立地している地域の小売業とかも含めてですね、150万人ぐらいの雇用を生み出しているというデータもありますから、そういうこともしっかり説明をしていきたいというふうに思います。日米貿易摩擦また再燃かみたいな言い方もありますけど、そういうことにはない。日米はもう1970年代から、いろんな交渉を重ねて、今日に至っているわけですから、今さら新たな摩擦が起こるというふうな認識は持っておりません。はい、どうも。これスジャーナル大岡です。ちょっと今の質問にもちょこっと関係するんですが、今朝も GE が、大型火力の参入に、建設に参入といったような報道もありましたが、トランプ政権ができて外国企業の参入とかですね、の競争とかを促すとか、そういった取り組みをさらに取り組むと、そういうのももしかしたら大事になってくるのかなと思われるんですが、大臣はどのようにお考えですか。これからトランプ政権と、まずは首脳会談が始まるわけですから、その中身などをよく見ていきたいと思いますが、トランプ政権の政策はですね、インフラの整備ということをおっしゃってます。あるいは、米国内における雇用の創出ということも、おっしゃってます。特にインフラに関してはですね、我々は質の高いインフラの技術をたくさん、持っておりますので、トランプ政権の、政策の中でですね、日本企業が、協力できる、参画できる部分があればですね、
ね。それは積極的に日本企業が、参入していくことになるんだろう。そしてそれが結果としてアメリカにおいて雇用を生み出すことにもつながっていくんだろうというふうに思います。はい、先日東電の記者会見がありました、はい、その決算に対する受け止め等で会見の席上で、うん、広瀬社長が、はい、国民負担が増えることに関して、うん、質問されてですね、それについて、我々はルールメーカーでないと、ルールの作り手ではないのでというような発言をされて、私にはなんかこれから国家審議などがある中で、当事者意識に欠けるような発言だなというふうに感じたんですけども、大臣そのコメントについてどう思われますか。広瀬社長の発言に一つ一つコメントは控えたいと思いますけれども、これは東電改革委員会でですね、これ広瀬社長もオブザーバーとしてご参加になり、また東京電力の経営方針などをです、経営改革方針などをご説明になった上でですね、東電改革委員会で東電改革の方向性というのはしっかり出されているわけであります。東京電力には私が期待することはですね、その方針に沿ってですね、東電改革をともかく前進をさせていただいて、そして、福島第一原発の、廃炉ですとか賠償といったものが、しっかりと着実に行われていくように取り組んでいただきたいというふうに思います。終わります。ありがとうございました。